皆さんおはようございます。元駅員のたくあんボーイのモーニングルーティーンをお送りします。早速慌ただしい朝がやってまいりました。まず起きてからシャッターの開閉をします。太陽に向かって敬礼。安全考慮。1、安全は輸送業務の最大の使命である。2、安全の確保は規定の遵守及び執務の厳正から始まり、不断の修練によって築き上げられる。3、掲示板の確認。着替え。今日は日比谷線をイメージしたコーデとなっております。歯磨き。北陸新幹線輝きを意識したブラシに、歯を山手線に例えて磨いていきます。左奥から東京有楽町新橋浜松町田町高野毛戸屋品川大崎五反田目黒恵比寿渋谷原宿福岡では間もなく終点駒込です。洗顔。富士急行線の麓からの湧き水を使って洗います。東北新幹線に積もった雪を採取、シェービングとして使用しています。改札で駅員が切符を切るときに使う通称チケッターと同じサイズのひげ剃りを使っています。購入金額は23,500円。スキンケア。油分の多い鼻とおでこから添付していきます。切符の裏面は油取り紙になる。はい、乳液です。僕も駅員時代使用済み切符を油取り紙として活用しておりました。女子の乾燥方法。夏に冷房効かない教室の学生ウーノ。西九条、鶴橋、天王寺、そして天満。アイブロウ資生堂です。ベストの角度は N700S の先端となっております。リップ、西武鉄道の特急ラビューのようなボディですね。路線もよパワー。ヘアジェル。駅員時代もみあげは耳の中央より上、前髪は目にかからないように。ルールが厳しかったです。ヘアスプレーはウーノ。視界良好のために固めます。時計装着。高3の時に慶応デイ2で母に買ってもらった腕時計。今年の誕生日ファンの方からいただいた腕時計です。もちろん両腕に。香水、三河安城ぐらい控えめな香りです。運行情報確認。たくあん TV にダイヤの乱れがないか確認します。乱れがあった場合、鈴木メトロさんに一報を入れます。指差し確認を忘れずに。乗務前アルコール確認。君の行く道は果てしなく遠い。なのになぜ何を探して君は行くのか。果てもないの。に荷物の確認。パソコンよし、ネタ帳よし、折りたたみ傘よし、財布よし、筆箱よし、イヤホンよし、香水よし、龍角散よし、小説よし、カバンよし。
さあ出発です。今日は台本作りにカフェに出かけます。マスク着用よしと、鍵もよし。それでは皆さん行ってきます。それではまたお会いいたしましょう。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょ。